ディフェンスは防御、守備、防衛という意味の英語で、軍事的に用いられる場合は防衛施設を指し、法的に用いられる場合は弁護側を指し、スポーツでは守備側を指す。スポーツで用いられる場合の英語発音は、ディフェンズ及びディフェンズの二通りがある。サッカーやラグビー、ホッケー、ハンドボール、アメリカンフットボールやバスケットボールなどのスポーツ競技において、 得点されるのを防ぐ目的で、オフェンスの意図を読み、これを邪魔することである。あるいは、守備側のサイドや守備に当たる選手そのものを指す。攻守の入れ替わる競技においては、守備の終わりは攻撃の視点となる。すなわちディフェンスの良いチームは、攻撃回数もおのずと増えるため、トップレベルの試合では、ディフェンス力の高いチームが好成績を収める傾向に、ある。 それほどディフェンスは重要なファクターであり、奥の深いものである。サッカーやバスケットボールなどにおいてディフェンスは、マンツーマンディフェンス、ゾーンディフェンス、プレスディフェンスの3種類に大きく分けられる。それぞれの特徴は以下の通りである。英語のディフェンスにあたるフランス語はデファンスであり、英語と同様の意味だが、日本語でデファンスという場合には以下のような意味で用いられる。 エトワール凱旋門の屋上から見た、ラデファンスの円形、ありがとうございます。